総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。 This corner is brought to you by 総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校。名古屋駅そば、業界密着型の学校、総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校。なりたい自分になる、あなたの夢を応援します。資料請求や体験入学のお問い合わせはヒューマンアカデミーで検索。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。時刻は5時30分を過ぎたところです。こんにちは、総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。本日の前半 MC を担当させていただきます、ヒューマンアカデミー名古屋校パフォーミングアーツカレッジ研究生亮太こと今村亮太と、同じく研究生ひよりんこと小谷ひよりでお送りします。よろしくお願いします。いやー、5月も終盤ですね、うん、ひよりん何かあった？もう終わっちゃったんですけど、5月12日から13日に中村公園付近で行われた太鼓祭りというお祭りに行きましたよ。あ、毎年行ってるんですけど、はい、豊臣秀吉を祭る豊国神社の例祭なんです。あ、そうなんですね、はい、知らなかったです。豊臣秀吉。そうですそうです。1日目は晴れてて、2日目はかなりの土砂降りでしたが、雨の日の祭りもなんかいいですね。あ、確かにいいですよね。はい、来年は僕も行った時に両方経験できるといいなと思います。祭りといえば25日と26日、明日と明後日なんですけど、はい、豊川おいでん祭りが開催されます。そうですね、はい、そこで問題です。あ、ここで問題。そうです、いきなり問題です。豊川市民祭りのおいでん祭の目玉でもあるよさこい in おいでん祭は、うん、全国から踊り手のチームを集めて開催されます、はい、が一体何チーム集め開催されるでしょうか。1番20チーム、うん、2番55チーム、うん、3番100チームです。さあどれでしょう。ディキ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 じゃあ後ほどということで先に説明をします、はい、豊川市民祭りおいでん祭は毎年5月の第4日曜日失礼しました第4土曜と第4日曜の2日間にかけて、豊川市野球場をメイン会場に総合体育館前のイベント広場プリオおよびその周辺で開かれています。かつて豊川市には商業祭、農業祭、緑化祭という3つの祭りがあり、これらを統合してできたお祭りがおいでいす、おい、失礼しました、おいでいさんなんだそうです。例年たくさんのイベントが用意されております。国際交流コーナーやフリーマーケット、屋台、市民おどらまいコンテスト&ダンスフェスティバル、よさこい in おいでん祭など一日中楽しめるお祭りでございます、ね、楽しそうですね、はい、そしておいでん祭のメインイベント、よさこい in おいでん祭、全国から踊り手のチームを集めて行われる祭りです。先ほどの問題ですね。そうですね。おいでん祭の由来は、平成12年から高知のよさこい祭りを取り入れた踊りで、メインイベントとなりつつあります。また市民おどらまいコンテストは、平成15年から豊川市やその周辺に住む方を対象にして開催しています。おどらまいという名前は、明るい足す舞とおどらまいをかけたものです。三河弁で何々舞は何々しようと意味をします。ああ、そうなんですね、はい、そしておいでん祭という名称も三河弁のおいでん祭かっこおいでなさいの祭を祭りとかけたものです。あ、そういうことなんですね、はい、あ、そうなんだ。さあ冒頭で話をしましたが、よさこい in おいでん祭は全国から何チーム集めるかというクイズの答えを発表したいと思います。お、答えはでん2番の55チームです。イエーイ、 イエーイ、よくわかりましたね。100チームは多いし20チームは少ないかなと思って間を取って、はいはい、あ、間を取ったということで、なるほど。そうなんですよ。ひよりさんお見事ということで、はい、はい、名古屋からは電車で1時間少々かかってしまいますが、皆さんにぜひ足を運んでいただきたいと存じます。
明日明後日の天気予報ですが、両日ともに晴れのち時々曇りということなので、はい、まあおそらく楽しめるかなと思います。そうですね、はい、雨降らないことを祈って、はい、降らないといいですね。降らないと本当いいです。ではここでラジオへの、メールも募集しております。メールアドレスはmidhumanjojo@gmail.com、 スペルは midhumanjoujou、 スペルは midhumanjoujou です。またツイッターでもコメントを募集しております。番組アカウントは @mid ミッドヒューマンアンダーバージョージョーです。スペルは大文字 MID 小文字 HUMAN アンダーバー JOUJOU です。スペルは大文字 MID 小文字 HUMAN アンダーバー JOUJOU です。ぜひハッシュタグミッドヒューマンでつぶやいてみてください。お願いします。私、祭りといったらこの曲なんですよね。え、選曲渋くない？渋くない渋くない。それでは聴いてください。北島三郎で祭り。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。先ほどお送りしたのは北島三郎さんで祭りでした。祭りといえば先ほど紹介した豊川おいで祭りなんですが、開催日が明日27日と26日ですね。明日26日と明後日27日です。失礼しました、はい、で時刻は17時41分を過ぎたところです。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。後半の MC は名古屋校パフォーミングアーツカレッジ研究生小田裕樹と神崎しおりでお送りします。お願いします。お願いします。はい、もうすぐ6月に入りますね。そうですね、早いですね。6月といえば梅雨は思い浮かべますが、今年の梅雨入りは去年に比べ、去年が6月21日、今年が1日から15日、10日ほど早い梅雨入りみたいなんです。はあ、早いのはびっくりですね。うん、そういえば梅雨の語源は知っています？梅雨の語源、梅の雨と書くので梅が関係してたりするんですか？一説はそうなんですよ、うんうん、梅の熟す時期の雨という意味で梅雨と呼ばれていた説や、はい、中国では雑菌のカビが生えやすい時期の雨という意味で梅雨と呼ばれていたりと、諸説はいろいろあります。あ、そうなんですね、いろいろあるんですね。いろいろあります、うんうん、さらに江戸時代頃から梅雨と呼ばれるようになったんですよ。あ、江戸時代頃から？江戸時代頃からなんです。そんなに前からなんですね、はい、うん、葉っぱや家の外壁などにつく梅雨から考えられたり、うん、梅の実が熟して潰れる時期であることから梅雨と関連づける説と多々あるそうです。あ、そうなんですね、はい、このように語源を調べることでびっくりする意味や事柄が調べられたりするので、
いろいろな語源を調べてみてください。いろいろな語源調べてみるのは面白いかもしれないですね、はい、知識が身について雑学が増えたりとか。そうですね、知識荷物にならないっていうのでね、はい、身につけておいてもいいかもしれないですね、はいはい、梅雨というと雨ですが、雨の日は濡れるだとか、家から出たくないとか、友達と予定あったのに台無しになってしまったなんていうマイナスなイメージが強かったりしないですか。はい、あと洗濯物が乾かなかったりとか。あ、そうですね、室内で干して生乾きの匂いが気になるとか、うん、匂いね、気になりますよね、はい、気になります。そう、雨の日はそんなマイナスなイメージがあるんですが、それを逆にして雨の日ならではの過ごし方をいくつか紹介したいと思います。例えば何のがありますか。定番は家で本を読んだり、普段できないことに挑戦してみたりするのもいいんじゃないかなって思います。例えばどんな本を読みますか。本ですとやっぱり小説だとか、今大人の方にも絵本が人気だったりするので。絵本、大人にも人気があるんですか。大人にも絵本が人気あるんですよ。はあ、はい、知らなかったです。私がここで一冊おすすめさせていただきたいと思います。お願いします。外国の絵本なんですが、赤い傘というロバート・ブライト作のアメリカの方ですね、この方は。はい、あらすじ、女の子がお気に入りの赤い傘を持って出かけると、雨が降ってきて傘を開くと、動物たちが傘の中に1匹2匹と入ってきて、気づくと女の子の周りには動物がいっぱいいるというお話になっています。読んでるとウキウキしてくる、読んだ後は必ず赤い傘が欲しくなる絵本になっています。あと読んだら楽しい気分にもなりそうですよね。なりますよ、はいはい、あとは外出してみるのもいいと思います。はいはい、例えばどんなところ行きたいですか。私はカフェでゆったりと過ごしたりだとか、あとは屋内レジャー施設、ボーリングとかカラオケ、友達とワイワイガヤガヤにぎやか行くのも楽しくていいと思います。楽しそうですね、はい、行ってみたいです、はい、今紹介した過ごし方、一個でもいいなと思うのがあったらぜひやってみてください、はい、そしてその過ごし方をメールでも募集しております。メールアドレスはミッドヒューマン上場アットマーク gmail.com、 ミッドヒューマン上場アットマーク gmail.com、 スペルは MIDHUMANJOUJOU です。はい、またツイッターでもコメントを募集しております。番組アカウントはアットミッドヒューマン上場アットミッドヒューマン上場、スペルは大文字でMID 小文字で HUMAN アンダーバー JOUJOU です。ぜひハッシュタグミッドヒューマンでつぶやいてみてください。本日の MC 前半は今村亮太と小谷日和、後半は小田裕樹と神崎しおりでした。ご視聴ありがとうございました。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。 This corner has been brought to you by 総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校。名古屋駅そば、業界密着型の学校、総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校。なりたい自分になる、あなたの夢を応援します。資料請求や体験入学のお問い合わせはヒューマンアカデミーで検索。